皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢宏之でございます。タイミングがすっかり遅くなってしまったんですが、こちらのカメラですね、これパナソニックのルミックス DC-S5 っていうカメラなんですけど、今日ねこれのレビューをしたいと思うんですよ。これ私去年の9月に買ったんですけど、まあ、それからちょっと仕事が忙しくてですね、レビューやりたいなとか思いつつもずっとずるずるできなくて今に至っております。しかも発売から2年ぐらい経ってるので今更かよっていう感じがあるんですけど、最初にお伝えしておくと、このカメラ動画機写真機として私大変満足します。めちゃめちゃ満足してます。すげえいいカメラだと思う。ただね、じゃじゃ馬ですね。めちゃめちゃじゃじゃ馬です。なんでよっていう仕様のところがあって、そこを理解しておかないとこのカメラでいい作品は撮れないです。なので今日私が経験したなんでよっていうところとこのカメラのいいところ、全部紹介したいと思います。それでは行きましょう。パナソニックのルミックスの DC-S5、まあ、こちらのカメラはフルサイズの一眼カメミラーレスになりますね。数少ないですよ。こう持ってこうグリップした瞬間に、あ、いい写真撮れるかもっていう風に感じられるカメラ。これねすごいビルドクオリティというかボディが堅牢でめちゃめちゃこう持った感じがいいんですよ。まあ自分の手のサイズに合ってるってだけかもしれないですけど、あのこのカメラの星空写真、成形写真を撮った時の適性についてはカメラの北村のシャシャっていうサイトがあって、そちらでがっつりレビューします。こういうこっちこういうやつですね。で概要欄にもリンク貼っておきますんで、実際これ撮った写真とかノイズレベルどんな感じなのよって細かいこと知りたい人はそっちの記事を見ていただけると助かります。私ね感度12800で撮影した時のそのノイズレベルっていうのをいつも気にしてるんですよ。今まで使ったカメラね、私が使ったカメラの中で感度12800で一番ノイズが少なかったのはキャノンの EOS 6D なんですよ。もうあれを超えるものは、GFX100S ラージフォーマットになるしかないんですけども、 6D 以降もカメラは発売されて新しくなってますけど、追加でいろいろな機能がついて便利になる反面、交換の性能は落ちているっていうのが正直なところだと思います。ただこのカメラはその EOS 6D のノイズレベルに匹敵します。自分の中ではね、高感度特性がね、ノイズが少ないっていうことにプラス画像処理がしやすいかっていうことも大事だと思うんですけど、このカメラねめちゃめちゃその画像処理もしやすいカメラでした。すんごいしやすかった。だから成形写真を撮るカメラとしてはもうピカイチだと思っています。で今めちゃめちゃ褒めましたけど、最初に言った通りですね、なんだよそれっていう仕様のところがあるんですよ。もしねこの動画を見て、あ、パナいいんだって思って、ルミックスいいんだって思ってね、じゃあ俺も買うわって買っちゃった人が後で困らないように、ちゃんとこの動画で悪いところっていうか注意点も紹介しておこうと思います。星の写真の撮影するときってその液晶モニターなんかに星を入れてそこを拡大してそれでマニュアルフォーカスするんですよね。ピント合わせのしやすさっていうのはその液晶モニターの見やすさ、美しさだったりとか拡大率っていうところに左右されるんですけど、このカメラねパーフェクトよ。まず拡大はまあここのボタンかな、これ特になんか割り振るとかないと思うんですけど、このボタンはそこでここの十字キーでこう動かすっていうのができるんですけど、拡大率は20倍までいきます。これ20倍までいきますね。ただねこれねこっちのボタンで操作するのってあんまり操作性良くないんですよ。液晶モニターでも操作するのがいいです。こういう風にピンチイン、ピンチアウト。ほら、これでもう20倍いきました。こういくと、できます。でね、素敵だなと思ったのが、こういう風に、引いた状態でやった方がいいね。はい。この状態でこう液晶モニタータップすると、これほらほらほら、フォーカスエリア、これ指についてくるの。しかも動きめっちゃ細かくないですか？これねすごく素敵ですよ。他のメーカーのカメラとか使ってるとその、まあ、星をど真ん中に入れてピント合わせしたいのに、液晶モニター拡大するとちょうどなんかそのカーソルの何動きのちょうど間で、星がど真ん中に来ないと、だそういう時も構造を自分でずらすしかないんですけど、このカメラはそういうことないです。すごく細かくこういう風に動いてくれるので、
だからね、あの構造をわざわざずらして星を真ん中に入れるっていうことは一切しなくていいですね。で、液晶モニターつながりで言うと、ライブビューブーストですね、星景写真を撮影するときって真っ暗だから風景が見えないんですよ。だから一枚一枚写真を撮って写真を確認しながら構造を決めていくっていうことなんですけど、このライブビューブーストモードがすごく優秀でございます。でソニーでいうブライトモニタリングっていう機能だよね。モード1が通常の撮影で使う感じかな。ブーストモードを2にすると風景の稜線とかが見えるので、あの構造合わせがめちゃめちゃしやすくなります。私は、このなんだろう、もう FN 設定で割り振ってって、どこだっけ、あったあった、この FN ボタン設定っていうところに行くと、ほら、各種ボタンにいろんなものを割り当てれるんですよ、こうやってね。で、私この FN15 このダイヤルの下を押すと、ライブビューブーストを切り替えられるっていう風にしてます。で、マニュアルモードにして、プレビューモードを常時プレビューじゃない状態にしておくと、まあ、常時プレビュー大事なんで後でちょっとお話しますけどね。この下のボタンをこう押すと、このライブビューストモードにモード1っていうのが切り替えれるようになってます。オフと。普段の撮影ではあのオフとかにしといて、構図を合わせるときはモード2にします。はい、液晶モニターが明るくなります。で、星のピント合わせとかをするときは1かオフでやってるかな。うん、ライブビューブーストモード2にするとちょっとね、ちょっと構図の中のその動きってもっさりするんですよ。多少フレームレート落ちるんでしょうね。だからピントリングを回したときに、そのピン星の大きさ、ピントが合ってる範囲っていうのがちょっとついてくるのが若干ディレイがある、遅くなるっていうんですかね。なんですけど、オフかモード1にしておくと、それがちゃんとぴったりとリアルタイムでついてくるようになるので、ピント合わせの時はブーストモードを使ってないです。で、構図合わせの時はブーストモードを2にしてます。これすっごい便利なので、ご活用ください。ライブビューコンポジットについてちょっと説明したいと思います。ライブビューコンポジットっていうのは比較明合成のことで、こう星を線にして表現するっていうやつですね。これは注意点があって、ここにライブビューコンポジット撮影っていうのがあります。今、こうするともう撮影こう開始ってやってシャッター切ったら撮影ができるんですけど、これね、電子シャッターだとできないんですよ。これシャッターをたくさん撮るタイムラプスとか、その比較明合成の時って、電子シャッターで切りたいなって思うんですよ。シャッターに負担がかからない、プラスミラーショックによるブレとかをなくすためになんですよね。ただ電子シャッターにするとほら、こうグレーアウトしちゃうの、グレーアウトしちゃうの、使えないんです。だから必ずメカニカルシャッターじゃないと使えないですっていうのが注意点かな。ただまあこの機能ついてるのがすごくありがたいので、まあこの電子シャッターかどうかっていうところだけ注意ですね。で、もう一個言うと、これね、パナソニックの独特の操作方法なんですけど、インターバルコマ撮り撮影、要はカメラ内インターバル撮影でタイムラプスが撮りたいよっていう時に、これで撮影をするじゃないですか。で、普通のカメラだとここで設定して、よし、じゃあ撮影やるぞってなったら撮影できるんですけど、これシャッター押してもね、インターバル撮影は開始しないんですよ。え？って思うんですけど、ここにね、ダイヤルがあるじゃない。これね、パナソニックの独特の操作感なんで、ちょっと要注意なんですけど、要するに左手でこう操作して設定したものを右手のメニューで詳細を決めていくっていうことらしいんですよね。インターバル撮影、このカメラでタイムラプスとかをやりたいなっていう時は、まずこのダイヤルをこれにやります。そうするとほら出てきた。で、どういうインターバル撮影するんですかっていうのは、この右手のメニューからこっからいろいろ決めていくっていうことなんですよね。これ結構注意ですね。だからセルフタイマーの時もこっちでセルフタイマー2秒とか10秒とか選べるんですけど、実際これで選んだところで撮影でセルフタイマーは適用されなくて、ここでセルフタイマーのボタンにしないとセルフタイマーの文字が出てこないんですよ。っていうのが注意ですね。この独特な操作感、左手と右手をこう組み合わせてやっていくようなところがあります。ここからちょっと残念なところもちょっと入ってくるんですけど、
ややこしいなと思ったのがプレビューモードですね。常時プレビューっていうのがあるんですけど、これをね使い分けないとびっくりします。普通のカメラってどこもそうだと思うんですけど、こう今ね露出をシャッタースピード変えてます。シャッタースピード変えるとこうやって液晶モニターに反映されるじゃないですか。まあ当然のことながらこれシャッター切ったらこの液晶モニター映ってる絵が実際撮れますよっていう、もうこれ当然なんです。当然ですよね。まあマニュアルモードの話ですけどね。例えばまあこういう風に液晶モニターがこう表示されてるからこのまま撮れるんだろうなと思ってシャッター切ると、なんかめっちゃ暗いんだけどっていうことになったり、逆のパターンもありですよね。まあこういう風に映るんだと思ってシャッター切ったら、は？真っ白なんだけどみたいになるんですよ。これねめっちゃ注意で、これの解決策は常時プレビューっていうモードになります。メニューで行くとね、ここにあります、ここにあります、常時プレビュー。これがオンになってるかオフになってるかっていうのは結構大事なんですけど、私はこれをねここのボタンにも割り振ってます。 FN 設定してるんですね。この FN 設定でここ FN2 っていうところ、この部分ですよね、ここのところ、ここに私常時プレビューを割り振ってるんですけど、これこの設定おすすめです。こうすると常時プレビューがオンになっていれば、ほら液晶モニターに露出値が反映されます。はい、なのでこれシャッターを切るといいです。ただ成形写真、夜の写真の時はこれオフがおすすめです。なぜかというと常時プレビューをオフにオンにしていると、成形写真撮る時ってこれシャッタースピードめちゃめちゃ遅くするじゃないですか。もう15秒とかにするわけですよ。そうするとこれわかるかな、今シャッタースピード2秒、わかりやすくシャッタースピード2秒にしますね。で絞ってちょっと液晶明るく見やすくしますから、でシャッタースピード 3.2 秒にします。そうするとあれ液晶モニター動きついてこないですよね。わかります、これそう、今ねこれシャッタースピード 3.2 秒なんで 3.2 秒ごとに液晶モニターに表示されるんですよ。で成形写真の時、成形写真の時ってシャッタースピード10秒とか15秒とかにするじゃないですか。そうすると10秒15秒おきにこの写真が表示されるっていうことになっちゃうんですよ。めちゃめちゃ見づらいんですよね。もう、 こうピント合わせなんてできたもんじゃない。だから成形写真の時はこの常時プレビューモードをオフにしておくことをお勧めします。昼間の撮影ではこう常時プレビューモードをオンにしておけば、このどういう写真が、今どういう設定になっているのか、露出っていうのがこの液晶モニターに反映されるんですけど、成形写真の時はシャッタースピードめちゃめちゃ遅くするので、この常時プレビューモードはオフにしておくのをお勧めします。当たり前なんですよ、その露出効果が液晶モニターに反映されてるっていうのは当然なんですよ。ある程度シャッタースピード遅くなったらもうそこから先反映されないじゃないですか、他社は。でもこのカメラは反映されるんですよ。だからね、この常時プレビューのオンオフは必ず割り振って、 FN 設定割り振って切り替えながら昼と夜で使い分けていった方がいいです。スローシャッターにするときは常時プレビューオフってことですね。これね最初分かんなくてね、なんでよなんでよって、はぁってなる人結構いると思うんですよ。ここをペロッとめくるとね、こう端子ができます。 USB-C 端子で、こっちが HDMI マイクロ。 HDMI 端子がね、このサイズのくせにこのマイクロっていうのは、ね、ちょっと嫌ですね。っていうのはまだよくって、こっちなんですよ問題は。この USB-C 端子で、今時のカメラってここにモバイルバッテリーから USB-C ケーブルをバンと刺すと給電するじゃないですか。要は電池が切れることなくこうずっと給電し続けてシャッターを切り続けることができるんで、私みたいに長時間タイムラプスやる人とか、こうやってねずっと動画撮るときとかってすごく便利なんですよ。なんですけど、これね PD に対応してないんですよね。給電はできるんですけど、パワーバッテリー、パワーデリバリーに対応してないんですよ。でそれに対応してないってことはいずれ切れるっていうことなんですよ。でまあそれは
いいんですけど、文句を言いたいのは本体は PD 対応じゃないのにバッテリーチャージャーは PD 対応なんですよね。なんでよっていう。でなんでこれなんでよっていうかというと、例えば今上についてるこの富士フィルムの XS10 とかニコンの ZFC とかね、そういうエントリーモデルにももう PD って対応してるのがほとんどなんですよ。でもこれフルサイズで20万超えのなかなかお高いカメラ、エントリークラスではないです。そういうカメラなにもかかわらず PD 対応じゃないんですよ。他社のエントリーモデルについてる機能がついてないんです、こいつ。まあ、給電できるからまだいいんですよ。給電できない機種もあるので、給電できるからまだいいんですけど、PD は対応しようや。もう、デフォルトの機能でいいと思うよ。もう USB 給電の PD 対応って。あとね、これも非常に文句を言いたいです。レリーズ端子、それからマイク端子のことを触れておきます。このボディの右側をね、ペロッとめぐると、このレリーズ端子が出てきます。まあ、ここに、レリーズを挿して、カメラからちょっと離れた状態でカメラに触れずにシャッターが切れると。まあ、腰の撮影ではとても大事な機能ですよ。なんですけど、文句を言ったのはこれの規格なんですよね。まあ、メーカーによってはもう独自のものを作ってたりするんですけど、汎用的なものってのは 2.5 ミリっていうサイズのピンジャックなんですよ。これも 2.5 ミリのピンジャックなんですけど、その 2.5 ミリのピンジャックって3芯と4芯があるんですね。線が2本入ってるのが、3芯。線が3本入ってるのが4芯です。だいたいどこのメーカーもレリーズのケーブルは3芯を採用してます。でもね、こいつはね4芯なんですよ。こいつだけなぜか4芯なの。だから、この子のためだけに使うケーブルを用意しなきゃいけないんですよ。でね、もう一つ文句を言いたいのは、こっちにねマイク端子がついてる。マイク端子がついてます。はいね、こっちは 3.5 ミリっていうサイズのピンジャックなんですよ。このマイク端子についても3芯と4芯があるんです。で、レリーズが4芯だったから、マイク端子4芯なんだろうなって、同じなんだろうって思うじゃないですか。違うんですよ。マイク端子は3芯なんですよ。あのね、これすごい細かいこと言ってるように聞こえるかもしれないですけど、なぜ統一しない？なぜ統一しないので、違う規格にすると。でこっちが4芯だからこっちも4芯だよねって思ったらこっちが3芯っていう、なんでそんな人を騙すようなことをするのってぶっちゃけ思いました。だからね、統一してください。どっちか4芯、いやつかね、どっちも3芯でいいよ。こっちのレリーズも3芯にしてほしい。だからその他のメーカーの、あこれ 2.5 ミリのピンジャックだねとか思って他のメーカーのレリーズ使えるんだなと思うともう失敗しますから、もう注意。ちなみに私は、あの、レリーズから入ってたんで、マイク端子も4芯なんだろうなって4芯ぶっ刺して動画撮ったら収録されてなくて、もう失敗しました。ね。気づいた時の腹の立つこと。というのが注意点です。はい。まあ、今時のカメラって、絞り優先でね、感度オートにすると、シャッタースピードがだいたいその、30秒とか20秒とかって。要は、絞り優先で、成形写真が撮れるんですよ。でもね、このカメラはまだできないです。確か、あの、15分の1とかになって、それ以下のシャッタースピードにはならなかった記憶があります。つまり、ホーリーグレールタイムラプスはできないっていうことですね。まあ、そこはでもまあいいかな。タイムラプスメインで自分も考えてないし、ただ、何回も言うけど、富士フィルムの XS10 とかは、低輝度限界突破してて、絞り優先で成形写真撮れるからね。うん、そういうカメラが出てきるにもかかわらずまだこれはできないので、まあ、今後に行きたいかなということですね。これちょっと笑っちゃうんですけど、ナイトモードっていうのが備わってます。はい、ありました。このナイトモードっていうのが備わってます。これつまり最近なんかちょっと星とかあの夜景の撮影とか意識してるカメラは全部あの結構ついてるんですけど、要はですね、これをオンにすると液晶画面が赤くなりますよってやつですね。いいですよ。このね、テキストとか文字とか赤くなって、要は赤い光っていうのは目の刺激が少ないので、夜の写真、成形写真とか撮るときには見やすいですよねというものなんですけど、これね、ただね、笑っちゃうんですよ。これね、全部赤くなるんですよ。これおかしくないですか？なんで全部赤くなるの？違うんですよ、パナソニックさん。我々がね、赤くしてほしいのはこの辺なんですよ。こういう文字を赤くしてほしいんですけど、写真まで赤くしてほしくないんですよ。だからこれで写真再生すると
写真も赤くなるんですよ。おかしいですよねこれね。だからそもそも成形写真撮るときってこれ液晶モニター真っ暗なままなんだから、あの何も映らないですから、文字だけ赤くなってくれればいいんですよ。しかも写真見たときにやっぱホワイトバランス今どんな感じかなって確認するんですよ。だから色は見たいんですよね。これちょっと使い物にならないなと思うのですね。まあいろいろ言いましたけど、最初に言ってお伝えしますけどね、写真機動画機として私はこのカメラ非常に気に入ってます。総じて気に入ってます。ただね、なんか今お話した通りじゃじゃ馬というか、なんでよみたいな仕様のところがあるんですよ。ここを理解しないとこのカメラ使った時にこのカメラの性能ちゃんと引き出せないので、今私がお伝えしたことを、実際に、参考にしてやってみてください。そうすればめちゃめちゃノイズレスな成形写真が撮れますよ、このカメラは本当にね。で最後になりますが、星空動画の可能性についてお話したいと思います。このカメラですね、感度がえらい上がるんですよ。ほら204,800まで上がるんですよ。で星空動画が撮れる設定って、あの最低でも感度160,000で F1.4 が基本です。 F1.4 でシャッタースピードが30分の1とか24分の1とか20分の1とかそのぐらいなんですけど、そうすると滑らかな本当にリアルタイムの、星空の動画、天の川が撮れる、目で見たような感じの天の川が撮れるんですけども、その要件を満たしてですね、204,800で実際、これで星空動画撮れるかどうか試してみました。そうすると、まあ、こんな感じですね。撮れるんですけどノイズが出ますね。ライブ配信の撮影とかではちょっと、気になるのかなっていう感じはするんですけど、後々作品化するときはですね、ダークゲンさんっていうのを使えば、使えるレベルになります。ダークゲンさんって急になんか天体写真用語出てきたんですけど、一応天体写真のテクニックって、まあ、写真のテクニックですけど動画でも使えるものがいくつかあるんですよ。まあ、そのうちの一つがダークゲンさんなんですね。やり方は、その感度204,800 F1.4 のレンズをつけて、シャッタースピード多分24分の1とかで撮影をしますと。で、次に、同じ設定のまま、こういう風にボディにキャップをした状態でもう一回撮影してください。そうすると真っ暗な動画の中に赤いアンプノイズだけが乗った動画が撮れます。あとは、その2つのデータをですね、ダヴィンチリゾルブなりプレミアなりファイナルカットなりに落とし込んでレイヤーで重ねてですね、真っ黒なそのダークノイズだけが乗った動画の方を減算ってやるんですよ。そうすると赤いアンプノイズが綺麗に撮ることができます。こうすることで作品として使えるレベルになると思います。今のその、お見せした減算っていう項目ですけど、それで写真の画像処理ソフトにもついてるじゃないですか。だから、あ、これがついてるってことは写真のテクニックを応用できるんだなっていうふうに思っていただいていいと思うんですけど、動画っていう観点になるとなぜだか急にその写真のテクニックが全部通用しないみたいな先入観があるんで、決してそんなことはないよっていうのはこの動画を通してお伝えしたいなと思います。とまあこんなとこですかね。以上になります。やっとレビュー、深掘りレビューができました。まあ何度も申し上げてますが、このカメラすごく気に入ってます。これからも愛用していきたいと思います。で、それと同時にですね、大変なじゃじゃ馬カメラであるのも間違いございません。まあそういうところもなんかね可愛く感じてきました私は。はい、S5 ユーザーの方々、まあ星空撮りたいなと思っても、撮ったことないとか、チャレンジしてみたけどなんかうまくいかなかったっていうことの要因にはですね、私が今回紹介したうちの一つが改善策になるかもしれませんので、ぜひお試しください。はい、それでは、また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。